ケーケーよー。さあ、今日の企画は、今日の企画はいい、わかるわかるわかる、弱いよ、うおいー、何が何が何があるでしょ、何がお願いがあるでしょ、もうそのパッて言ってください。どう1ヶ月前から始まりましたターボ・リョータ減量増量対決企画というものがございまして、8月の4日に計量という形で1ヶ月間対決を行っていただくという話だったんですけど、今日やな、それが今日です。今日がまあ8月のまあ4日前後ということで、まあもう約1ヶ月経ったんで今日計量しようかという話だったんですが、1ヶ月間頑張った結果、互いに増減がなく1ヶ月間延長させていただけないでしょうか。すいません、お願いします。一ヶ月でいけるんですよ。今一ヶ月やってきてそれでさ、もう一ヶ月。辛いやつもない。厳しい。変わる。頑張ってマジ結果出すんで。はい。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ最近ね、CCC がね、ダメ。お。何ダメだ。なんかあります。バチバチしてないけど。もうちょっとこうね、やるときやんないと。締めるときは締めて。よきライバルでもあるから。そうですね。ピリッとさせてくれるってことですか。さあ、はい、安静かけ、はい、究極の心理戦ガチババ抜き、今回のババ抜きはですね、はい、ガチで普通にただのババ抜きするんですけれども、はい、ちょっと罰ゲームをちゃんと作って、おー久々やな、罰ゲームかけた戦い。罰ゲーム発表します。はい、一人でイチゴ狩りに行ってもらいます。時期も悪いし、罰大罰やし。罰ゲームはね、はい、あのみんな X やってるでしょ。はい、 X のアイコンを学生時代の自分のプリクラにしましょう。いや、やっぱきつや、ちょっと待って、ちょっと待って、いや8月大事、8月は大事だよ。もうだってキングスの MV も上がって、遠征もゼリーベルとかもたくさんあるし、痛々しいプリクラ持ってたりする。嫌だ、待って、これマジで嫌やな。うわってことは、じゃあこのババ抜きで一番最弱になった人はこの動画が上がってでから1週間、次の日から1週間激痛プリクラ学生時代動画。あーやばい、今日はそれをかけて本当にもうバチバチの CCC が見れるってことですね。そうで、もう心理戦なので。オッケー、お互いのこう心を読み合って、オッケー、大勝負、ババ抜き楽しんでやっていきましょう。 It's Showtime。 はい、でね、今回ちょっと対戦形式を刺しにします。おお、で、負けた2人がもう一人と最終決戦。決勝シードがおる。なので、シード役が損するので、もうここでもじゃんけん、じゃん負けで決める。これは本当にもう決、一発決勝に行く、うん、もう嫌なじゃんけんね。はい。負けた人ね。なんで？いきます。せーの。最初はグー、じゃんけん、はい！でかいよ、せーの。最初はグー、じゃんけん、はい！あっ、くそー！はい、グーで、はい！やーい！いや、まだ敵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 や。大回戦リョータイムゲストアゴー、おっおっしゃ、これあのもう差しだから、こうもう引いたら必ず揃ってくるでしょ。だからもう本当にこのジョーカーとエースとエースのもうこのこれで一発引いて当てれるかどうかっていう、これだけの勝負。ガンブラーやなー。せーの、最初グッチョキ、はい、どっちが有利かやな。でもそれだー、大回戦レディファイ、はい、じゃあさあ来い、引かせていただきますよ。ああ誰にも協力はしてくれないと。まあね、でもね、これやっぱ心理戦ですから、おメンタリストの気持ちになってください、ね、はい、どうぞどうぞ。まあまず、はいはい、そもそもね、はい、りょうたくんって右利きですよね。ん、どっちも、どっちも投げたり打ったりするの左やけど、うん、字書くのは、字書くのは右、飯は右、あ、オッケー、まあ右利きですね、この人。これね、守りたいものをね、利き手の方に持つんじゃないかなっていう傾向があるんですよ。で、そこに、それと合わせて確信を得たことがあります。はい、これね、まあ見てもらえば分かると思うんですけど、右手側のね、小指薬指がね、ぐっと内側に入ってるんですよ。これね、こっち引かれたくないんじゃないかなって思いますよね。おい、ダメだろ、それは。の上でね、あの上で、その、それを言った上でどっちにするか。いや、普通ダメだよ、それ。え、そうなの？普通それ言われてからマジダメだよ。そう。引きますよ。一発で決めてもいいんだよね。絶対に負けない。こっちだ！ドン！残念！しかも、最初か、こっちでしょうか、持ってましたー！イエーイ！
しよ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 し。サングラス外そうか。外して、外して。じゃあ、ちゃんと見て。ちゃんと。もう、それでいいんやな。これでいい。それでいいんやな。はい。あ、もう目線が、もうね、泳いでるんですよ、お前らだ。おなりして、ね、ちょっとね、よりはね、こっちに寄ってるんですよね。エースとジョーカー、これジョーカーの方に目が行ってしまいがちなんですけれども、手前と奥やったら俺奥取るんやろなとかいう、あ、そういう浅はかな考えしてらっしゃると思います。なので僕はこの手前を取らせていただきます。いっかー、せーの、イエーイ。いいねー。うわー、やば、マジで。俺ね、りょうたくんのね、傾向ちょっとね、まあ2択だからやっぱ変えてると思うんですよ、俺は、うん、普通の人だったらね、はい、でもこれが変わってないっていうのが、はい、りょうたくんのね、はい、で、またもう一回こっちを引いて、はい、またジョーカーでしたみたいになるんですよ。だから結局こっちにエースがあるっていうことで、こっちを引きます。よっしゃー、だろよっしゃー。よっしゃー、行くよ。あ、ほい。うわ、変なことしてんな。変なことしてんな。さあ、こっち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 。わかりました、わかりました、わかりました。こっちって言った時にこっちの口角が上がりました、上がりました。ってことはこっち、思いきやその裏を変えてこっちだ。なんてやねん、なんてやねん、ほんま長いって、長いって。いいよいいよいいよ、いきます。はい、もうこれはもう推理とかも奥様で、もう亮太君目つぶってたし、うん、もう直感でいくしかない。こっちだ、ドン。よっしゃー、大成功の勝利。こんなゲーム負けるの嫌やな。1回戦第2ラウンド、フータ VS ミラト。この2人の戦いちょっと面白いんじゃないか。大会の前情報によりますと、まあ、二人で飲みに行って、朝までね、お互いのいいところと尊敬し合うところを語り合ったというね、そんな二人の仲になっておりますので、やっぱりもう理解してると。俺ら1時間半ぐらい喋った後に気づいて、今俺らってキモいもん。そんな理解し合ってる二人ということでね、今一枚どっちかスタート決めるだけ、ちょっと決めていただいて。どっちがいい？準備よ。俺さっき2枚って。いいよ。お、逆に引かれる方を選ぶと。一発で決めていいってことでしょ。いや、多分決まらんと思う。俺決まると思うよ。第2回戦スタート。フーダのことは分かるぞ、俺は。分かるよ。ドキドキしてるね。さあ、転生が始まっております。縁側で返す。お前はする必要ない。フーダは右手やんな。右手、右手やんな。一発で決めていい？一発で決めていい？一発で決めていい？ここスマートにやったら俺よ。笑いすぎて分からねえわこいつ。一回こっち見て。え？こっちのカード見て。もう分かりましたよ。はい、はい、こんなもの簡単です。いきます。よっしゃいや、今のはね、なんか肩から見てたら作戦勝ちな感じもするけどね、ちょっと分かんないね。フェーズ変わりまして、まあ多分こっちババやね。え？多分こっちがババやと思う。なんでそんな、今って多分そんなまだ心理になってないから、無意識に俺に力をババにすると。聞きましたか？聞きました。いや、すると。聞いた。
普通は普通はね普通はねけど湊やったらそこまでをもしかしたらこのまだ1ラリーも終わってない状態でお互いの状態の時点で考えたりするかなとも思う、うん、からこっちの可能性が高いと思っている結果おこうわからないこんな信じてるのなんでもないねこれ取っていい？いいよこっちはいいよさっきまではあの2人やったから2枚1枚でやってましたけども決勝戦はもう普通にババ抜き全トランプでやっていてもらいたいのではいよーいスタートー俺から引くねうんはいどうぞいきますはいまあ最初はいもう最初はもうそんなんもうもうポン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 いきましょうポン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  F が分からずもうそれはもうここでジョーカー取ったら痛いからなえ早ないレジェネってたか始まってるソロワンソロワンあーあーえええええバリッツ葉月一抜けそれでもさ、この調子でいってたら決まるとかあんのまあ視聴者は多分みなとくんのみたいなちょっと思ってる可能性はあるよねまあそれ見たけどねそう見たいと思ってるけどここをまあみなとはかなこう勝てるのかと言ってたよこっからっしゃーよっしゃーこっからっしゃー負けられへんだちょっとみなとはブランディング的に負けない方がいいそうだねそうだないや、でも分かりやすいかもみなと結構こっちばっか見てんだよさっきからさっきからね見てる方があるやったとしたらその見てる方が何っていうところ、うん、いや、それはやっぱり絵柄がめちゃくちゃある方を見ちゃう傾向にあるって俺はもう自分で思った。やってて。そんなんちゃうかも。次思ってきたよ、ばいよ。せん。こっちがジョーカーや絶対に よし、もうさっき俺は選択をあえてでミスったから俺はもうこっちにしますいいねんなあの覚醒時代のあの子に比べいいねんな行きまーすせーのドンイエーイカメラで見なと思ってます全カメラで見なと思ってますまあまあ1週間やりますかなんか逆にリツイートで1000リツイートチャレンジやってみる勝ち逃がそう気持ちを優勝した今の気持ちをやめようって言ってたもんなずっとないないない俺はない俺だけは俺だけは絶対ダメ俺だけは絶対ダメだなうわー悔しい